男は死ぬまでこき使ってから食ってやる。女子供はじっくり味わいながら食ってやる。怖い。コリューでも連れてこい。私のことですね。さあ、助けに行きましょう。シーカ村、行きましょう。はい、どうも、こんにちは。あ、違う。教えて、ももちゃん先生。てなわけで、第2回目の動画となります。今回は、オーガの塔攻略となります。オーガの塔っていうのはクエストメインになりますね。クエスト中の別のお話を話していこうと思います。クエストの中には、当地おばあさんにお願いされたりとか、鍵が隠されてたりとか、隠しの要素がいくつかあります。今回はおばあちゃんにお願いされてちょっとペンダントを取ってくるっていうイベントがあります。こういったイベントとかがあるので、繰り返し同じクエストを遊ぶことによって、新しい発見があります。もしよかったら、ぜひ、クエストで寄り道してみるのも楽しいかもしれません。なんかあらかじめ、ミニマップがあるので、私みたいな、高校んちでも、サクサク進めるのもいいですね。うん、ボスですね。あっ、ああ教えて、ももちゃん先生。オーガキングと呼ばれるものになります。大きい方がプリンスで、小さい方がキングとなります。攻撃パターンは大きく分けて、4つかな？突進攻撃。炎を吹く攻撃。地面を叩く攻撃。そして武器を振りかぶって、殴る攻撃の、4つがあります。突進攻撃は通常のオーガもやってくるので、なんとなく想像がついてくると思いますが、ただの、一定距離走ってきて体当たりしてくる感じですね。炎の攻撃は結構範囲が広いので、裏回りして、回避するか、どうにか後ろで距離を取って回避する形が良いと思います。地面を叩く攻撃は、後から衝撃波が出てきます。こちら、クエストの難易度や、残りボスの HP に応じて、出る量が変わったりとかするので、忍びの場合は体当たり攻撃を仕掛けてロックオン状態にして、手裏剣で対空時間を伸ばしたりとか、通常攻撃を連発して、対空時間を長くすることによって回避がするのがおすすめですね。最後は振りかぶって、攻撃してくるやつなんですけど、これは石の破片が飛んでくるので、これをダッシュでくぐり抜けたりとかで、カウンターするのが良いと思います。なお、両端の壁は、忍びだと壁蹴りができるので、それでオーガを飛び越したりとか、体当たりして、ターゲットをつけてか、ターゲットをロックオンしてから、この二段ジャンプで裏回りしたりとか、手裏剣の投げるモーションとかで、裏回りすると、攻撃をかましやすいと思います。では、じゃあ、ボス戦を見ていきましょう。臭い。そうなんです。どうも殺してやろう。行けな、息子を。ああ、痛い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 使いましょう。岩をこれでかわして、こうして、あ
熱々。危ない危ない。これは離れて、かまして。あれ？毒になってます？いつこんなの？あ、できるようになった。これは、うが、くぐって、ぶつかる。これを距離を取ると見せかけて、あ、近づいただけだ。危ない。これは結構うまくいってるんだ。ああ！ジャンプ回数忘れちゃう。まだ大丈夫かな？くぐる、ぶつかる。これも、かわす。これもくぐる。お、お、これは薬草使っておきましょう。怖い怖い怖い。あー、ぶつかれなかった。よいしょ。すぐ飛んで、ぶつかる。これはくぐる。よいしょ。あー、痛い。あー、痛い。これは何？これは何？いいやつなのかな、今の。危ない、手裏剣弁だから。それはこれで使って、あとの手裏剣弁が全部なんない。あー、倒せた。ん、倒せましたね。宝箱いただきましょう。バツバツバツ。こう、違う、はてなはてなはてな、こう。あ、助けられるかな、これで。クリアですね。なんか自分の装備じゃないものがあるって感じなんですかね。レベルアップ。病気早く治るといいね。本当にありがとう。ではまた次回の動画でお会いしましょう。動画をご覧になっていただきありがとうございます。概要欄の方に Twitter、ファンティアなどあります。動画の左側の方に過去の動画やチャンネル登録のボタンなどありますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。もしこの動画が面白いなと思ったらグッドボタンの方もよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。にんにん。